皆さん、こんにちは。ロシアから来ましたカテリナです。今日はビラシキを作りたいと思います。ロシア料理が好きですか？一緒に作りましょう。ビラシキの材料は牛乳1カップ、小麦粉300g、砂糖大さじ1、バター 20g、 ミックス卵半分、ドライイーストは小さじ 1.5、 塩は 0.5。 ピロシキ中身は玉ねぎ、人参、キャベツ、水大さじ3、トマトペースト大さじ2、しいたけ2つ。しいたけ入れなくてもいい。私大好きだから入れます。油。以上です。まずは牛乳温めてドライイーストを入れます。その後塩、砂糖、卵入れます。混ぜます。その後で小麦粉少しずつ入れます。バターを温めて入れます。1時間ぐらい待ってます。No, I'll never forget that day. No, I'll never forget that day.
ふわふわになりました。皆さん、ピラシキどうでしたか？これはオーブンで作った。これはフライパンで作った。何でも美味しいです。皆さん、作ってください。よろしければ私のチャンネルを登録お願いします。